こんにちは。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。大阪市住吉区にあるリーハリキュー整体院院長の笹田健太郎です。本日は膝の痛みにサプリメントが効果あるのかについて話をしていきます。で、以前の動画でサプリメントは効果あるかないかの話について説明してますので、興味のある方はぜひそちらの動画をまず見ていただければなと思います。で、以前でも結論から言うとサプリメントというのは不足した体の中で不足した成分を補うっていう意味では効果があるという話をさせてもらいました。なのでそれで膝の痛みに対して効果があるのかについて話をしていきます。で、まあ、結論から言うと痛みを治すっていう意味では効果はないです。で、よく膝の痛みでサプリメントを言うとグルコサミンとかコンドロイチンとかあとヒアルロン酸とかですね。で、膝の痛みでよく言われるのが軟骨ですよね。軟骨がすり減ってしまって痛みが出る。で、軟骨に含まれている成分がこういったものなのでこれを補ってくれるから痛みがなくなるっていうふうに結構説明したりするんですけども、まず軟骨ってとこには血管が通ってないんですね。血管が通ってないです。なので関節の中に例えばヒアルロン酸であったりとかは直接注射とかで打たないと軟骨まで届かないんですね。だから整形外科とかでよくヒアルロン酸で注射するのは注射で直接入れてあげないと軟骨に届かないからなんですね。で、なんで届かないかというと血管が通ってないからです。なのでサプリメントでこういったものですね、軟骨に含まれているものをいくら取ったところで言うたら口から取ったものは腸で吸収されて言うたら血液を流れて全身に行きますよね。ただ血管が通ってないので軟骨まで届かないんですね。なので軟骨がすり減って痛みが出てる、でこれを補って軟骨が栄養されて痛みがなくなるか言ったらそうではないんですね。なので膝の痛みにサプリメントは効くか言われたらこれは間違いですよ。で、ただでもサプリメントで効果あるっていう方も結構いてたりするんです。飲んだから膝の痛み治りましたっていう方はいたりするんですけど、それはプラセボと言いまして、結構痛みっていうのは精神的な部分がすごい関連しまして、これ膝の痛みに効く薬やから効くやろうと言って飲むと実際に痛みが減ったりするんです。それプラセボ言うんですけども。で、痛みが取れたりします。なので効くか効かないか言われたら効くってことはないです。ただこれは体に必要な成分ですので前説明した補うっていう意味ではすごい取る必要があります。なのでこちらの方をぜひ覚えておいていただいてサプリメントを有効活用していただければなと思います。膝の痛みに効くってことはないですので、もう痛みでお困りの方はまず痛めてる原因というのをしっかりと突き止めるいう作業をするようにしてください。はい、それでは以上ですね。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。